会だけどさ、いや特製じゃない嘘だったんじゃない。今皆さん着てる T シャツ、いい香りがすると思いませんか。いや思った。ちょっと皆さん嗅ぎ合ってください。嗅ぎ合って嗅ぎ合って。さあどうなんじゃない。ラブル、ラブル、いい匂いするね。そうなんです、いい匂いする。ふわっとね。そうですね、いい匂いですね。こちらはですね、カオバさんの全国のセブンイレブンイトーヨーカドー限定発売で、ハウスの洗剤と柔軟剤で洗った T シャツです。おーい。カオバね、2種類あるんですけど、はい、ジャスミン&ラベンダー、レモングラス&ジンジャー。おー、誰がどっちの代わりのやつを着てるか嗅ぎ合ってみてください。さあ、わかるかな。あ、俺はもうわかってるんです。ショータレモングラスジン。俺もそう、うん、これもそう。というわけで、今回はですね、柔軟剤で洗ったいい香りのする T シャツを着て、誰が一番体が柔らかいのか。あー、柔軟剤ってこと。柔軟剤だから。めっちゃ硬い。ちなみになんですけど、あの自分ラウンドに加えた方にはカオさんよりあの豪華商品詰め合わせがプレゼントされます。あ、欲しい、欲しい。ありがとうございます。まずはなんだけど、あのトーナメントの、はい、トーナメント戦なんですけど、はい、あのシードを決めたいと思います。ありがとうございます。決めたいなんだけど、まあ、それぞれあの前屈の高さと上体反らしを測定して、その合計数値が高い順にシードを決定します。上体反らしって今やった。上体反らしって翔太がめっちゃ得意。上体反らしって何ですか。じゃあ行きます。ポン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 。おー、オッケー。あ、結構きついこれ。10センチ。 10.28。 行きます。うわー、え、やばい、すごくない。行きます。うわ、あれ、うわ、え、ミスでしょ。いや、ミスでしょ。え、マイナス、マイナス 9.5。 マイナス 9.5。 ダルシさんはやらないでしょ。うわ、18.5。 18.5。 すごい。おぉ、あれ、あぁ、
いや、俺のタイミングだよ。あ、ピースギョ。42。行くぜ。おー、飛んでる。チンヤナゴみたい。すごいよ。その何センチ？63.5。久しぶり久しぶりで、ということでね、まず最初はね、プレーオフです。スターチに残された1枠を、まあ、やっぱ9人いるじゃないですか、はい、大人にとってはやっぱ8人で戦う。あ、確かに。そうか。そこのベスト8に残された1枠を、あの8位の阿部さん、8位のフッカと9位の阿部さんで戦っていく。あ、あれ、雑魚同士の戦いってことですか。そうだ。状態さらし PK。 イエーイ。床に設置したミニゴールの前でうつ伏せになって、はい、対戦相手が蹴ったビーチボールを上体反らしをしながら顔面でブロックします。はい、それ攻守交代を 10球行います。守備範囲広いじゃん。ああ、まあそこのもう、でもそれはうちの母ちゃんに言って。そうそう、生まれた時から。なあ、これ才能、才能の才能や。じゃあ阿部ちゃんも差し入れ。え、これじゃあ斜めにも行くってことですか。そうだ、斜めに来たら。この網で釣った方が勝者です。よーい、スタート。うわ、すごい。もうさっきの阿部、お前勝ったんだから。おい、え、阿部くん、阿部、勝ったんだから。阿部くん、おい、気をつけろ。阿部くん、水面にも届きません。あんま勝ってるな。はい、残り10秒です。いや、意外とね。10、うるせー。7、6、5、4、3、2、1。
きます。よーい、スタート。いやー、危ない、危ないよ。危ない、危ない。あって無理。無理じゃない、無理じゃない。ないんだけど。キャッキャしてる。金魚の勢いやばくない？うわお、おいてて、おお、おお、やばい。パッション、パッション、ちょうどタイムです。あ、終了。すごい、見たら、何ここにも集中すぎて、俺がこの椅子を押さえてんだけど、パッとどいたら、普通に人がやる。タイガーの金魚すくん、よーい、スタート。でも一生懸命やってるからまあいっか。なんかこれはなんどうなんだろうな。気づいてないのか。一回目戻すよ。はい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 。はお菓子食い競争。よいしょ。2人並んで上体スラッシュをし、それぞれ頭上に吊り下げられた3つのお菓子を先に食べ終えた方が勝ちです。飛び切んなくても大丈夫です。よろしくお願いします。はい、よーい、頑張ろう。おー、上手上手。頑張れ、ダッツさん。ナイス、ミクン、マジか。ナイス、頑張れ、頑張れ。おー、
はいはい。おおおお。変だよ。いやいやいや。おお。マジマジ。おお。じゃあ、アメシャルゲージやろ。絶対無理だろ。おお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